夏だ夏だ夏だねえポラモトワークアウトだイエーイ。なんでだよ、なんでだよ、乗ってきてよ、乗ってきてよ。暑いよ。砂浜に寝転がってる方が暑くないの？いやかき氷でも食べに行こうぜ。あ、ぜふざけんな。ちょい帰ってきてー、やるよ。はい、はい、ということで今回 MC を務めますネボラモのポオマルポルカです。ポルカオルカオリオネボラモのねーみんなの心のエナジードリンクハッシュルスネヌでーす。よろしくレミーチョスカイアイシャイバー本来の学生のイカネラミーです。よろしくお願いします。何言ってんの。ホロライブ5期生シシロボタンです。よろしくお願いします。イエーイ。そういうことですね。もうすっごい夏、あー暑い暑い暑いよ。暑い夏って言えば何だと思う、みんな。はい、虫捕り。はい、虫捕りだね。スイカー。スイカね、スイカか。肝試し。肝試しか。はい、ということで、そうなんですよ、ワークアウトなんですね。はい、じゃあということで今回の企画説明します。すげえ、めっちゃ進めてる、あいつ一人で。はい、今でも頑張った。夏といえば、まあ、はい、薄着だったり、うん、海やプールに行ったり、こうやって男女問わず体型をね、より気にする季節だと思っております。みんなでね、より夏を楽しんじゃおうっていうために自宅で簡単にできる筋トレ、それがワークアウトということでね、なんと皆さん驚くよ、先生を呼んでいるんです。あの先生にね、いろいろ聞きながらね、実践していきたいと思います。はい、早速本日ワークアウトを教えてくれる先生誰なお呼びいたしましょう。今日ちょっと様子おかしい。その名もフィットネスインフルエンサーの加藤ひなたさんです。イエーイ。うわーかわいい。かわいい。ここでひなた先生のことを詳しく知りたいっていう視聴者のみんなにこっそり紹介してあげよう。ダイエットに悩んでいる人たちのために自宅で真似できちゃうワークアウトを中心に YouTube で動画を上げているようじゃ。若者から絶大な支持をされており、なんとワークアウト動画は6300万再生もされている。あ、すごすぎるの。しかも YouTube の登録者数は274万人じゃ。あっぱれ。いや、そんなすごい先生が加藤ひなた先生じゃ。じゃあ再び動画を楽しんでね。はい、ひなチャンネルへようこそ。どうも加藤ひなたです。オンライブへようこそ。オンライブへようこそ。オンライブへようこそ。来ちゃったよ。ひなたんって呼んでもいいかな。ひなたん、え、ひなたんって呼んでほしい。ひなたん、ひなたんで、うれしい。バーチャルのコラボはな、初めてです。初めてです。かわいい。しかもホロライブさん大好きで、めちゃめちゃ、なんかこの砂浜めっちゃ見てきたんですよ。これすごい、びっくり。嬉しいです。すごい、いいな。じゃあまずはどんなことをしていくか教えてもらいます。夏といえば皆さん、男女ともに薄着になりますよね。確かに、はい、そうですよね。お腹のあたり気になってきてるんじゃないでしょうか。確かになりますよね。今回は気軽に誰でもできる超超超簡単な、しかも腹筋嫌いでも続けられるトレーニングを本日は教えていきたいと思います。すごい。あるんだ。こんなこと言っちゃっていいんですか。まず一つ目、はい、下腹部とあと縦のラインができる動きなんですけれども、ほうほう、まず頭に手を乗せます。はい、このまま肘と膝をタッチ。タッチ、はい、やってよ、こういうやつ。タッチ、出た出た、タッチ、うん、ヒュー。あ、いい感じだ。何の鳴き声。何の声だね。二つ目、はい、二つ目がわかめ腹筋でございます。わかめ腹筋。手を伸ばす。はい。でそのままゆらゆら入れます。ああ。いや、これだけと思うじゃないですか。次の日めちゃくちゃ筋肉痛ですよ、皆さん。マジで。収録なのに。はい、これだけ。大変だよ。はい、これを30秒間やっていきたいと思います。はい。三つ目、手を伸ばします。はい。このままつま先をタッチしていきます。はい。これもね、この時点で聞いてる。かわいい。かわいい。すごい。
いシシロめっちゃつま先が触れている、はい、確かに、はい、すがすがしいから一番やってる、はい、3つをね本日3セットはどうみんな続けられそうオマルどうみんなオマルがもうだからみんなできるいやでも頑張らないとね、うん、そうだよせっかく来てもらったんだからよそうだね頑張ろうねみんな頑張れ平田先生このワークアウトは女性だけでもなく男性にも効くトレーニングなんですかもちろんでございます全人類に効きますなんで人類なので画面の前の皆さんもぜひ一緒にやってみてくださいねお願いしますだよそれではね始めていきましょうかそれではねあのみんな頑張ってね応援しかけちゃダメいや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 ポルカさんいやいやポルカは、まあ、MC っていう手やからみんなはね見守らなくちゃいけないいやいやいや出た男人だおまりは水で、はい、ということであの水をね皆さんにね渡しながらね戻して戻してポルカ慣れてないんだよこういう仕事はいもっと早くもっと早くこれ見たらゲームでこういうやつというわけでいきますよ、はい、ワークアウトスタートはい、あ、始まってる、はい、もう30秒はい、頑張れ、はい、いい感じ、いいぞ、はい、ふっけろ、はい、本当にこの上に力入れて、はい、力入れ、どこに力入れる、はい、力入れた、はい、お腹に、はい、お腹、はい、先生、お腹に力入れればいいの、はい、お腹に力入れて、足を上げる足を上げる息したね、息も忘れずに100メル、おまるもやってあと5秒だよでもこれワンセットでしょまだまだ今でしょオッケーオッケーオッケーワカメだワカメワカメ来たワカメ来たワカメ楽しいよ30秒間先生ワカメ食べるあ始まってる先生ってワカメ食べるの大好きわーかわいいワカメしかもワカメはダイエット2ですよじゃあワカメ食べようあーもうなんかしんどいかもしんどくないよねね大丈夫だよもっともっとねねいいよはい、なんか背骨が痛い。ひなた大丈夫か。ひなた背骨が痛いのは大丈夫なんですか。あ、まだなんで背骨曲がりすぎ？曲がりすぎだそうです。オッケー、そしたらはい。つま先タッチでございます。はい。はい。スタート。はい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 。いい感じ。また足上げて。はい。足上げて。あ、いや、それ足上げていい。上げて。くださいね飲んで飲んで水うめーはぁはぁしらちゃんさんお疲れ様でしたー始まってるよはい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 後ろからどこ行くの後ろにおっさんおるもっともっとなんか頑張らないでマイクださあよしよしはいじゃあワカメ腹筋ですよワカメはねえワカメが一番嫌いかも嘘嘘マジなんか指先の血がなくなっていくコツを教えてあげてください指先ビームを出してるってこと出てるかも指先ビームを出さないでやる方法はどうすればいいんですかただライミンさんちゃんとやってライミンさんバンサーしてるよカメラにバンサーしてましたこの人はいアイドルなんでカメラが来ると体が動いちゃうんですごめんなさい誰が一番高いか勝負じゃんはいねねすごはいねねすごお腹力入れてくださいよはいはいはいそれはいよいしょはいそれポイントポイントやるんだよどうせ愛の手だよそれはい頑張れはいラメはいねねシシロはい頑
頑張っとるわ。メリーがどんどん前に来てる。頑張っと前の上でも頑張ろう。皆さんどんどん前に行ってらっしゃい。ないからさ。そうだよね。前向きってこと。ビビったわ。なんかエレすげえ。どんどん前に。ぐいぐい来る。ぐいぐい前行ってた。立ち止まるの苦手なんだよね。走るとこ。最初はそもそもスタートがなんかすごい前だった。最後だ。頑張ろう。頑張ろう。オマレもここでやるでしょ。よし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 。最後オマレもやろう。はい。やるぞ。自然なタッチ。はい。20秒ですよ。20秒。ふん。はい。ふん。はい、ふんぬ。何ふんぬって何。じゃあみんなアイドルっぽく可愛かった。ぽるちゃんがえい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 。ひなちゃんこれ可愛い。うんあんうん可愛い。あんうんあんうんあんうん。なんでそれ。アイドルじゃないよ。やめよ。待って、ねねちゃんの想像するアイドル像ってどんなのね。確かにね。ね、わかめのとこ先生、手の先さ、やっぱどうすればいいの。え、もう、あ、これ脇腹を伸ばす感じで。脇腹か。アスタッチ。アスタッチ。皆さんどうですか。汗やばくないですか、ちょっと。汗やばくない。私やばいんですけど。アイドルに入りたいね。アイドルに入りて。確かに。もう入りたい。ですね、終わったのに。僕聞いてるっぽいですね。日向先生、これはどれくらいの頻度でやるのがいいんですか。1週間に 2,3 回。筋肉痛になるんですよ、絶対次の日に。あー、なので、だから開けるんだ。イエス。なので筋肉痛になったら休んでください。はいはい。みんな息整ってる。大丈夫大丈夫か。大丈夫だぞ。じゃあなんか一つずつ感想もらっていこうかな。ねね、まあ息は整ってんだけどね、今心拍数はもう飛び出まくって平常心を襲うのが得意なんだ。トータルフェイスのレラミー。はーい、今日の動画でね、みんなも一緒に運動してください。わかめわかめかわいいね。でもね、やっぱり体動かすとちょっとね、すっきりさっぱりするんでね、ぜひちょっと夏ダラダラしてる方はね、この体操みんなで一緒に踊って踊る体操体操でいただいたら嬉しいなと思います。体操すれーねー。ひなたん、大丈夫だった。大好きな皆さんとできたのはもうめっちゃ楽しかったです。やったー。いや、そんなね、ひなた先生の告知などがありましたらね、ぜひね、どうぞ。皆様、もう夏が近づいているということで、はい、ボディライン変えたならぜひひなちゃんので一緒にトレーニングしましょう。お腹以外もいっぱいあります。わーということで、日向先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ひなた、バイバイ。ブーブー、行かないよ。というわけで、はい、声出ますよね、皆さん。はい、はい、私たちね、ボラボから大事なお知らせです。イエーイ。このライブ、国政4周年ファン大感謝祭、みんなネポラボに会いに来い。配信チケット現在発売中です。トークやゲームコーナー、ミニライブなど盛りだくさんなので、ぜひぜひお見逃しなく。イベントは3回公演ですが、全公演ちょっとずつ違った楽しみがあるので、全公演見た方がいいと思います。この後ですね、メンバーシップデラックスプラン限定で私たちのアフタートークお届けしちゃいます。チェックしてください。美脚も見たい。なんだよこいつら。赤べー。あー、いいですね、赤べー。あれはなんだ。あー、あー、あー、せーの。ということで、今回の動画はここまでになっております。えい。リスナーのみんながね、毎日頑張れるようなこの私たちのワークアウト動画もまあ出たことですし、ぜひチェックしてください。イエーイ。いたらね、教えてくださーい。ぜひね、教えてねー。ドリフト、アセット、ナビの決勝よろしくお願いします。
行くよ。じゃあみんなありがとう、せーの、おつ。